山本舟五郎作「暗がりの音松」1居合腰になってスーッと障子を開けるそのまましばらく屋内の様子を聞き澄ましてからそっと廊下へ忍び出た途端に「ギリギリす、袖もたもともぬれえに」 隣の部屋から錆びたいい声で歌い出すのが聞こえてきた。またか。のびの三次は舌打ちをしていすくまった。ここは伊豆の修禅寺、さわら屋という杜氏宿の二階だ。まだ駆け出しの小盗とのびの三次は、江戸の仕事に足がついて、どうやら体が危なくなってきたから。 2 3年旅をかけて腕を磨こうとわらじを履いて入ってきたのがこの湯治場であったこの宿へ着いて10日目早くも見かけためどが2つその1つは3日前にこのさわら屋の二階の離れへ泊まり込んだ客のずしりと思い懐である旅へ出ての手始め三次は気負ってこいつを狙った ところが、ここに妙なことが起こった。というのは、宿の寝静まるのを待って、サンジが自分の部屋を抜け出す途端に、隣の部屋で、はうたを歌い出すものがある。それがまた、不思議にサンジの腹へビンと響いて、どうにも足がすくんでしまうのだ。今夜もこれで二度目になる。畜生。 サンジは口惜しそうにつぶやいたかの知れたうたぐれいが何でこんなに腹へこたえるんだか前提て訳がわからねえ小首をひねる耳へあざけるように歌は続いたよく聞けば箱根から先には珍しいその八しである何とも言えぬ渋い節回し様を待つ夜の まどのささつゆの気配もあさましやあさのはぞめのこかいまきこっちが部屋を抜け出すのと同時に不調を合わせたように歌い出す相手こいつはただ者でないぞと腕組みをした三次「待、ま、てよそのはち節で文句はいつもキリギリす その八節でキリギリス。どこかで聞いたことのある文句だぞ。しばらくじっと考えていたが、不意に、あ、暗がりの音松だ。と膝を叩たたいた。あいつだ。どうして今まで気がつかなかったろう。江戸であれほど評判を聞いていたのに、そうか。こんなところへ吹け込んでいたのか。 暗がりのおと松といえば、天保3年8月お仕置きになったネズミ小僧次郎吉の二代目とまで言われたオオヌスットであるネズミ小僧が警察されてほっと息を抜いた諸侯や富豪の屋敷を狙っては目にも止まらぬ荒仕事をする有名な族で何十人という取り手に追われながらいつも その八節でキリギリスをいい声に歌い残して逃げるというのが木を好む江戸っ子にやんやと喝采されていたそれが三年ほど前からふっつり姿を見せなくなったと思うと図らずもこんなところで三次の耳に止まったのであるそれでわかった三次はうなずいた音松も離れを狙っているんだ それで俺の抜け出るたんびに邪魔をしやがるにちげえねえ。こいつは面白えぞ。そう分かりゃこっちも意地だ。まだ駆け出しの三次が、見事まつを出し抜いてみせようぜ。にやりと冷笑したのびの三次は、まだ聞こえている隣の歌へ、まるで挑みかかるように顎をしゃくると、そのまま離れの方へ猫のように忍んでいった。 隣の部屋の歌声が、はたとやんだ。バカ野郎。低い含み声が聞こえる。とうとうやりやがったか。まだ若そうなやつだったが。人の立つ気配がして、ぼーっと有明の日がかきたてられた。そして低く、パチリ、パチリと、 何か打つ音がし始める。ほどなく離れの方で突然ドタンとすまじい物音「泥棒だー!」と絶叫するのが聞こえた「泥棒だ泥棒だ!ーだー」しんと寝静まった宿の内へビンと響き渡るわめき騒然とあちこちで客の起き出る気配のする廊下をのびの惨事 青くなって逃げてきた。しまったしまったと夢中で自分の部屋へ入ろうとした。その途端に隣の部屋の障子が開いて、すっと手が出る。素早く三時の腕をつかむと、若いの、こっちへ入んねえ。いいさまぐいっと引き入れて、後ろ手に障子をぴたりと刺す。顎をしゃくって、 そこへ座れ」と有明あんどんの前の座布団を示した「2年は四十一か二であろう」「朝黒い顔に眉の濃い」「目にちょっと凄みはあるが口元のしまった品のある顔つき」「宿の浴衣に結城の愛好しの丹前を重ねて」 ヤグをはねた寝床の上へどっしりと座ったところはどうして立派な大どころの旦那という格好である枕元には寝酒の支度ができていてその向こうに将棋盤があったどうやら今まで一人差しを楽しんでいたらしいまあ、いっ一杯やんねえ男は落ち着いた手つきで杯をさした へえ、落ち着かなくっちゃいけねえ。もうすぐ改めに回ってくるぜ。さあ、頂戴いたします。三次は杯を額へ持っていった。男は酒をついでやりながら、じっと三時の様子を見守っていたが、飲み終わって返すきを禅の上へ置くと、将棋盤を二人の間へ引き寄せて、お前、 させるかえへほんのまねだけで改めの目くらましだまねでいいからやんのちょうど寄席にかかるところでこっちはこの角を切っていく手だお来たぜ手を読むいとまもなく三次は角道を止めた廊下をこっちへガヤガヤと人声が近づいてくる 部屋を一つ一つ改めているらしい。男は手酌で一杯やると、うーん、止めたか。と、死いらしく腕組みをした。そこへドカドカと足音が近づいてきて、えー、ごめんくださいまし。声をかけながら障子を開けた。宿の亭主をはじめ、七八人の男たちが、向こう鉢巻きに尻はしょり。 六尺棒を持ってずらりと並んだおやおや大層な出立だな男は振り返って何かあったのかいお騒がせうしてあいすみません今向こうの離れへ泥棒が入りましたので順繰りに見回っているところでございますがさあいつはぶっそうな何か取られなすったかえい,いえ 幸いとお客様が早く気づいたので、別に盗まれたものはありませんが、どうやら外から入った族ではない様子ゆえ、念のために改めておりますので。そうかえ。こっちゃまたさっきから将棋に夢中で何も知らなかった。男は部屋を指さして。構わないから、この部屋も改めて行っておくれ。 とんでもない、梅田屋の旦那のお部屋まで改めるには及びません。ちょっとお耳に入れていただいたばかりで、へ、ごめんくださいまし。そうかい、それはご苦労だったな。亭主は陰銀に挨拶をして立ち去った。どうなることかと脇の下へ冷や汗をかいていた三次は、改めの人声が遠ざかり、やがて海下へ消えていくと、 いきなり座布団から滑り降りて両手をついた「ありがとう存じます」「おかげで危ないところを助かりました」「暗がりの親分」「んだと男の目がぎらりと光った」「お怒りなすっちゃ困ります」「三次は声を潜めて」「あしが仕事をしようと部屋を抜け出すたびにお歌いなすったその八節」 しかも文句はキリギリス。三年前に江戸から足を抜きなすった暗がりの乙松親分がご自万の歌。江戸八百屋町、今でも知らねえもな五ござそうかい。その蜂のキリギリス、そんなに長通っていたかい。そいつは大笑いだ。明日まだ駆け出しで、 のびの三時というものでござんすが、改めて親分におねげいがござんす。なんだか言ってみねえ。こんなケチな青二歳でお気にゃあめしますめえが、どうか子分にしてやっておくんなさい。おねげい申します。ふふ <laughs> 今の腕でか今なあ全く土地を踏みやした。そのかわり今度は、 外れっ子のねえ仕事をお目にかけやす。それを追って札代わりにどうか。そりゃあこの土地か。へっ、つい街道向こうでござんす。相手はぎろりと三次を見たが。ほら、血を見るなあごめんだぜ。あっしも江戸育ちでさ、決してそんなブまなことはいたしやせん。そうか。じゃあなんだ とにかくお前の腕を見せてもらうとしよう。話はそれからだ。おっとさんの字、断っておくが、おいらここじゃ、梅田屋で通っているんだぜ。承知でござんす。梅田屋の旦那。ふっふっふ。まあ、忘れねえように頼む。暗がりのおとまつ、ではない梅田屋は、艶の良い顔を崩しながら、 愉快そうに笑う3時は冷えた酒をぐっとあおった3とっぷり暮れた空に夕月がかかっている風のない初夏の黄昏すぎ西伊豆の山々もすっかり黒ずんで遠く近く明かりが瞬き始めている 修善寺の湯治場から南へ十あまり離れた、とある丘の懐で、さっきから身を寄せ合ったまま、しめやかに話しふけっている若い男女があった。娘の方は十六か七であろう。つずれの野良木こそ着ているが、色の白い丸ぽ茶の愛くるしい顔立ちで、星のように潤うみを持った目が、じっと男の横顔を見つめている。 聞くまではオラも知らなかっただ娘はつぶやくように言ったずっと前からうちの苦しいことは察していたがまさかこんなことになろうとはお主の聞き違えじゃあるまいの若者の声は震えている聞き違えすることかよ茂吉さん 現に今日とっさんが二百両という金を持って帰っただあれが姉さんの身の代金だというだ姉さんはどこへ行っただか沼津の世間とうべとやらいう人が連れて江戸の新吉原とかへ売られたと聞いただよおらもうそれを聞いたら姉さんがかわいそうでかわいそうで。 飯も喉へとおんねえだとんだことになったのう姉さんは家のために身をうらしただに妹のおらが暗官としてこんな何を言うだ若者はいたわるように遮ったお主はまだやっと17でねえかどっちが身を売るとなりゃすまぬ言い分だが 姉さんの行くが順当だ。こんな時オラにもっと解消さえありゃ何とかして切り抜けるだに茂吉さそんなこと言わねえでくろオラこそ茂吉さにすまねえと思ってるだ何がすまねえことがあるだよお女郎の姉さんなど持つようになったオラを嫁にもらったら世間できっと なんぞかぞ言うにげえねそれを考えるとおら。おいねさ茂吉は思わず娘の手を握ったお主今からそんな心配してどうなるだたとえ世間が何と言おうと家のために身を売った姉さんなら立派なものでねえかおら大威張りでお主をもらってみせるだじゃあ 嫌いやしねえだのお稲さこそ、オラを忘れるでねえだぞ。娘は身を震わせながら、飛びつくように男の首へ手を回した。むせるような女の肌の匂いに、男は胸をおののかせつつ、ひしひしとお稲をたくましい両腕で抱きしめた。若草の伸びる甘いそそるような匂いが、 昼の程よく蒸れ上がった土の丘ともつれ合って若い二人を坊賀の境へ置き去るのだったこの丘を北へだらだらと下ったところに土蔵二戸前別棟の馬屋を一棟も持った大白将らしい人構えがある修禅寺から裏道伝いにやってきたのびの三次と梅田屋の二人三次は おかしたのすぎばやしの中に足を止めて、あのうちでござんす、と指さした。なんだい、仕事というのは百姓やか。百姓は百姓でも、神旗の貨幣といって、この界わいじゃ名の知れた物持ちでござんす。お前ひどく詳しいの。めどをつけるからに洗ってあります。しかも今日は、 ちょいとまとまった生が入っているはず。親分などがごらんなすったら、ほんのいたずら仕事かもしれませんが。まあ、お目見えの手土産代わり。どうか見てやっておくんなさい。まあ、やってみろ。へ、ちょいとごめんをこむります。三次はすっと杉林を出て行った。そこから百姓屋の母屋までは、 歩数にしてほんの十二散歩だがこっちはこんもり茂った杉林の暗がりで姿を見られる心配はない三次はユリ畑の脇から横庭へ抜けてすっと土間の中へ入っていった静かな酔いだどこか近くに用水堀でもあるらしく河津の声が澄んで聞こえる梅田屋は懐から 夜の梅という甲虫薬を取り出して、ぷつりと前歯で噛み割りながら、いい酔いだのう、と独りごとを言った。待つほどもなく、家の中から影のように抜け出してきた三次は、音もさせずに素早く杉林の中へ戻る。古つまの胴巻き包みをポンと叩いて、親分、上手びでござんした。 空き巣だな。親じゃ当時場へ女房を迎えに行ったるす。ちゃんと時を計った仕事でござんす。どうか、お納めなすって。と、梅田屋へ手渡しをした。だいぶ重いの。音松はにやりと笑って。まさか、石ころじゃあるめえの。切り餅が四つあるはずです。もらっておくぜ。 最初からそのつもりでさ。ほっ、帰ってきたようですぜ。丘の向こうから人の来るのが見える。逃げやしょ、親分。まあ、待ちねえ。梅田屋は静かに制した。四。ど、どうなさるんで急ぐにゃあ及ばねえ。まあ、落ち着け。 梅田屋は、胴巻を収めて。盗っをする楽しみはなあ、三時、仕事をした後味を、じっくり噛みしめるところにあるんだぜ。なんだか、あにしには合が,がいかねえ。空き巣をくすねてそのままずらかるなんざ、田舎出きの小泥棒でもするこった。 盗んだ後で、うちの奴らがどんな慌て方をするか、そいつをこうゆっくり眺めてる気持ちがわからなけりゃ、本当の商売人とは言われねえ。三次は毛をされて黙った。峰、帰ってきたのは娘だ。梅田屋は顎をしゃくった。丘の斜面を娘が一人、家が気になる様子で、 小走りに降りてくる。やがて土間から入ったと思うと間もなく部屋の障子へポーッとあんどんの火がさしてきたお前大名屋敷へ入ったことがあるか梅田屋が低い声で聞いたとんでもねえまだそんなふっふまあ聞きねえなんといっても後味のいいな大名屋敷だ 普段偉そうに四角ばってる侍どもが、四毛を食らったイワシみてえに目の色を変えて刀をひねくりながら駆け回るざまあ。まったくたまらねえ茶番だぜ。よっぽどおやんなすったでしょうね。それほどでもねえがのう。盗っ人するんなら大名家大所の金持ちだ。 日頃のさばってる連中が青くなって騒ぐところを、こじっと見ている気持ちや。おや。梅田屋は向こうを見た。どうやら親たちが帰ってきたようだぜ。街道口の方から、五十余りになる百姓夫婦が帰ってきた。ちょうどその時、娘は火を入れた座敷の障子を開け広げていたところで、 お父っゃん、おっかさん、おかえり。と、声をかけた。おう、今、帰ったぞ。主人の貨幣は、縁先へまわって、おっかがとちゅうで足を痛めたでの、もっと早く帰るつもりが、すっかりおそくなっただ。おっかさん、あんべいはどうだねありがとうよ。 ちっとべえつらかったっけ今もう何ともねえだよどっこいしょ縁先へ腰掛ける母親を娘は座敷へ助け上げ父親へも共に座布団を取って出した貨幣はどっかり座りながら「留守に誰も来なかったか」「二本松の茂吉さんが来ただよ」 今日、おっかさんが杜氏から帰ると聞いたで、見舞いに卵を持ってきてくれただ。そうか、そりゃあすまなかったの。へいの妻、おひでは、青ざめた顔でしげしげと家のうちを見まわしていたが、やがて、とうかから顔を背けて、そっと袖口を目へ押し当てた。どうしただ、おひで。 貨幣が見つけて「おめえ泣いているだなおとっちゃんおらすまねえだよ何を言うだおひで不幸続きのあげくがおらの長患いでとうとう大きぬろの中へ沈めてしまったそれを思うとおら自分の体の治ったのが 恨めしいだ。バカなことを言うもんでねえぞ貨幣はいたわるように言ったお絹が身を売ったのはおめえのためじゃねえ元はといえばみんなおらの向こう水がたたったことだこの付近で上畑といえば電池山林の五六十兆部もある大白章であった。 前代の貨幣までは代々名主を務め韮山代官の差を入れ年貢改めにも預かったほどの家柄だったが今の貨幣が人の口車に乗ってブドウの酒造りという新規な仕事に手を出し大掛かりにブドウの栽培を始めたのが不運のつき始め失敗に次ぐ失敗を重ねた結果十年余りの間に 三輪は手放す屋敷の辞書まで売って今はこの家がえ,えさえ年貢、ね、や借金の方に取られている始末になっていたしかもそのうち大口の借金が今日に迫った返済でのっぴきならぬ土壇場というありさまであるおめえが今更泣くよりもお絹のやつが自分から おらを売ってくれろと言われたときにゃ男のおらが腹綿をかきむしられるような思いだっただ。貨幣は涙を押しぬぐってだがのうお火でお絹に煮え湯を飲んでもらったおかげで二百両という金が手に入っただ。これで今夜来る野村屋の借金を返し。 あとの残りで作るぐれえの電池は取り返せるだ。これから親子三人が精一杯働いて、一日も早くお絹を受け出そうし、またお稲ともきっつぁんの祝言もあげる段取りもつけるべえさ。何もかもこれから良くなるだぞ。わかっただか、おひでよ。 悲しみの中にも新しい希望を妻に与えようとして笑顔を見せた「5このありさまが手に取るように見える」せき上げる夫婦の声さえ痛いほど耳へ入ってくる杉林の中で三次はたまらず「大家分もうたくさんだ」と声を上げた。 もうたくさんだ、親分。どうか、逃げさしておくんなさい。弱音を吐くな。梅田屋は三次の腕を掴んで。芝居はこれから面白くなるんだ。見ろ。河津の遠寝に、酔い月かき割りからして本注文だ。まあ、落ち着いて、とっくり見物しねえ。だ、だって、 あしゃもう。うるせえ。いっぱし商売人になろうてえものが、こんな集団場にむせてどうするんだ。そんな度胸で暗がりの音松の子分になれると思うのか。えへえ。ぐいっとつかみ上げる梅田屋の腕力に、サンジはせんかたなく顔を振り向けた。二人が問答をしている間に、 ちょうちんを持った中年の男が一人、この家の縁先へ訪れていた。これが今、ま、家兵の話していた野村屋という借金取りであろう。こんばんは、お約束で野村屋から参りました。おお、これはご苦労さんで。家兵は急い,いで起き上がった。さっきからお待ち申していました。 今出しますでどうかそこへおかけくさせますしおしきなさってと妻の押しある座布団へ野村屋の手代は会釈し,しながら腰を下ろした貨幣は疲れた足取りで仏間の方へ去ると間もなく土シというひどい物音がして「たた大変だ!」 家兵のすさまじい悲鳴が起こった「おいねおいねちょっとここへ行こう」「い、どうしただか」「が医者ここけい手をつけやしねえか」い,いえよりもしねえだよ妻のおひでが不安におののきながら乗り出した。 お父っさん、どうしただね。金が、金が消えた。ここへしまっといた金がなくなってるだ。この仏壇の引き出しへ入れて、上へ過去蝶を載せておいたことまでちゃんと覚えているだに。ああ、そういえば、ここへ過去帳が落ちてるだぞ。で、それじゃ。 妻も娘も仰天して声をのんだ。貨幣は狂気のように部屋の中を走り回った。もしや他へしまい忘れはしなかったか、箪笥の中は、手分庫は。しかし、どこからも金は出てこなかった。上がりが町へ来て、ふと気づく、いたじきにありありと残る草履の足跡。泥棒だ 泥棒が入っただ。へはしゃがれでのおいね、おめえ、うちを開けやしなかったか。でも、ほんのちょっくらだに。開けたか、うちを開けただか。おめえ、うちを空っぽにしただか。おいね。か、堪忍してくろ、とっさ。ほら、ほら、ほんのそこまで。 も吉さんを送っていただけだにほんのちょっくら何がちょっくらだおいねおめえ姉さはじめおらやおっかを殺しちまっただぞお父っんおいねはわっとそこへ泣き崩れた野村屋の手代はこの様子をさっきから見合っていたがやがて 一度消したちょうちんへ火を入れて起き上がったお取り込みのようですが約束のものは返していただけますかねああ野村屋さん貨幣はどかりと座った今お聞きのとおりじゃ娘を売ってこしらえた200両の金をたった今の間に盗まれてしまいましただ。 そちらへお返し申す金どころか親子三人明日から生きる方とさえなくしてしめましたそりゃあどうも野村屋の手代は冷ややかに言ったとんだご祭んでございましたなかえって主人にそう申し伝えますがしかし約束は約束ですからお返し願えないとすると 明日、この屋敷は明け渡していただかなければなりません。どうかそのおつもりで、今夜のうちに荷物をまとめておいてください。そ、それじゃ、こんな災難の中で、この家屋敷を開けろとおっしゃるだか。あこぎのようかは知れませんが、私どもでも商売でございますからな。 貸した金が取れなければ、抵当いただくより、いた方がございません。どうか、そのおつもりで。そう言い捨てると、なおも言いすがろうとする家兵の声を振り切るようにして、野村屋の手代は、さっさと街道口の方へ立ち去ってしまった。六、おひでは、 泣くことも忘れて石のように身動きもしなかった貨幣はぼうぜんと宙を見つめたまま肩で息をついている娘のお稲だけは投げ出されたぬれ雑巾のように畳の上へ打ち伏して泣きむせんでいた「ダメだこれで何もかもおしめだ」やがて 引き裂けるように貨幣が言った「これおひでおいねもこう」おひでは放心し,したように振り向く娘は泣きながら父の方へすり寄った「もうどうにもしょうがねえだ二人とも覚悟を決めてくれおひで死んでくれ」 オラもいっそその方がいいだ妻はうめくように答えた死ぬべとっつぁん3人して死ぬべオおらたちはこうなる運だっただただかわいそうな青絹だおらたちが死んだと聞いたらおひでえ 貨幣は思わず妻の体を抱き寄せた。堰を切ったように夫婦は愛用して泣き崩れた。四十の様子を杉林の中からじっと見守っていたのびの三次は、次第に色も青ざめ、いつか全身をブルブルと震わせていたが、もう我慢ができぬというふうにきっと振り返った。 親分なんだ。一生のお願いだ今の今の金を足に返しておくんなさいなんだ金を返せ三次は思い切った口調で言い出したおらたった今夢から醒めたんだ今までおら盗みをしてきた半分は欲だ半分はやけだ また仇のケチな米食い虫でつまらなく終わるより、いっそネズミ小僧のような大ーヌストになって、わーっと世間から騒がれて死にて、そんな見えも手伝っていた。だがオら、今夜という今夜こそ、自分の仕事がどんなにむごいものかってことを知った。盗むこっちゃ、どうせ酒かばくちに使っちまう金が、あそこじゃ、親子三人を、 生かすか殺すかのくさびになっている。こんな、こんなむげえ技とは知らなかった。サ時の目からポロポロと涙が落ちた。しかし音松の梅田屋は眉も動かさない。どうかその金を返しておくね。サ時は続けた。親分も江戸じゃあネズミ小僧の二代目とまで言われなすった義賊。 まさかこんな金はおとんなさるめ。どうかその金を。馬鹿野郎。つまらねえことを言うな。梅田屋はせせら笑った。おいら義族だ。<laughs> よまいごともいい加減にしろ。世の中には泥棒はいるが、義のつく泥棒はいねえ。人様のものを盗んで。 鼻くそほどの施しをしたって何が義足だ泥棒する奴は支度ってするんだ。世間の毒虫、人海のゴミくず、下道畜生と相場決まってる。この音松穴、しみったれた施しをして自分の悪事の尻拭いをするようなケチな野郎とは種が違うんだ。それじゃ、 今の金は返してはくんなさらねえのか。当たりめえよ。ぬすっとが一度懐へ入れた金だ。てめえっちが逆立ちでキリキリ舞いをしても返すこっちゃあねえ。ずら洗って出直してこい。のびの三次がぎゅっと唇を噛む。どうしてもいけませんか。くでえ。 やろうわめいたと思うとつかまれた腕をパッと振り離すふいをくらっておとまつの体が傾く隙三次は右手にギラリとドスを抜いた抜けやがったな腕づくでもダッと飛びかかってくる相手はとっさに体をひねって三次の利き腕を逆にぐいっとひったぐって足を絡むくそ 捨て鉢の強引三次は腰を落として相手の体勢を利用猛然と突っかけた梅田屋の足が杉の根にかかる斜面で足場が悪いから青のけ様にダーッと倒れた折り重なった二人三次は左で相手の喉を締めながらドスを逆手に胸を狙ってた。ま待て 突き下ろす肘を必死に支えた梅田屋「待て三時。金は返してやるなんだと金は返してやるよそれ」梅田屋は懐から胴巻きをつかみ出すとポンと向こうへ放り投げた三次は油断なくじりじりと腕を引いたが相手に敵意のないのを見届けると ひらりと飛びのいた。そう出てくださりゃ、お手向かいはせずに済んだのだ。それじゃあいただきますぜ。あえぎながら胴巻きを拾う。これで人殺し協調だけは助かった。ごめんね。言い捨てざま、三時は杉林を飛び出す。ゆり畑を駆け抜けて、いきなり主屋の縁先へ現れた。 胴巻きを愛用して泣いている夫婦の前へポンと投げ出す「お二人さん!」と声をかけた「七」突然声をかけられてびっくり振り返ると見慣れぬ若者が立っているしかも目の前へ投げ出された胴巻き貨幣は「おっ!」と仰天した どうか、勘弁しておくんなさい。三次は縁先へ手をついた。あしゃ、のびの三次という盗っ人でござんす。こんな事情があるとも知らず、大事なお金を盗みましたが、今、あそこの杉林の中で死災のお話を伺い、あしゃ、生まれて初めて目が覚めました。ただいま限り、ぷっつり悪事から足を洗います。 人間になりますから、どうか勘弁しておくんなさい。中のお金には、ビタ一文手はつけてござんせん。どうか、納めなすっておくんなさい。貨幣は、聞く心もそぞろに、震えながら胴巻きを解いてみたが、転げ出た金包みを見るなり、狂ったように踊り上がって、おお、戻った、戻った、金が。 歓喜の叫びをあげた二百両手つかず戻ったおひで、ね、おいね金が戻った金が戻ったぞもうこれでわっと燃え上がるような親子の狂気を涙のにじみ出る目で見合った三次は手早く懐から財布を取り出すとそれからここに三十両ばかりござんすこりゃあ博打でもうけた金 決してご迷惑にはなりませんから、どうかお使い捨てなすっておくんなさい。まあお前さん、そんなことを。慌てて貨幣が出てくるのを、三次は素早く二三元飛びのいて、陰ながらご繁を祈ります。と言うと、そのままキビを返して、ユリ畑の中へ逃げ込んでくると、梅田屋の音松は、 杉林のはずれに腕組みをしてたたずんでいた「親分じゃあねえ梅田屋さん」三時の目は生き生きと輝いているあっしゃ生まれて初めて腹の底からさっぱりいたしましたお前さんにも子分にしてくれと頼んだがあらためて今取り消しだ <laughs> そうかえ。会わねえ昔と思っておくんなさい。これでお別れ申します。どこへ行くんだ三次は答えずに歩き出した。梅田屋はその後ろ姿を見送っていたが、貨幣親子の歓喜する声を聞くと、にっこりうなずいて杉林を出る。足早に三時の後を追い始めた。 丘の上の道は左へ曲がって修善寺へ通う裏街道へと続いている中天へ登った月がよくさえて道端に咲いている雨降りボタンの花が白く夢のように浮いて見えたどこへ行くんだ若いのどこへ行くって三次が足を止めたどこへ行くもんか これから三島の御番所へ自祖して出るんだ。一年や二年じゃ帰れねえぞ。五年か十年でもいい。オラ立派に年貢を納めて綺麗な体になってくるんだ。オラこれから新規巻き直しに始める気だ。アバよ。未練はねえか。冗談じゃねえ。オラ嬉しくって。 なんだか足が地につかねえくれだ。おめえにあっこいとは言わねえが、まあ、達者でいなせえ。振り切るようにして三次が行こうとする。梅田屋はその様子を見つめていたが、ちょっと、ちょっと待った、と呼び止めた。まだ何か文句があるのかい 選別を忘れていた。梅田屋は紙入れを取り出して、そのまま三時の手へ渡す。若いの。と、形を改めて言った。お前さんの海心は本物だ。そこまで腹が決まったら、今更お仕置きを受けるまでもない。わずかばかりだが。 その金を持って京へおいで。たこやくし下がるところに桶屋がある。武蔵屋正吉という家だ。そこを訪ねて行けば、お前さんを立派なぎにしてくれるだろう。牢屋で五年お勤めをする気で、みっしり桶屋を稼ぐがいい。わかったか 言葉付きまでガラリと変わった相手の様子を、いぶかしそうに見返ったサンジ。その、おけやというのは、何者ですえムサシアマ素性を洗えば、暗がりの音松という人さ。えサンジは沿った。そ、それじゃお前さんは、 おとまつ親分じゃねえのですかゆうべ宿の亭主が言ったのを聞かなかったかい。わたしは沼津の酒問屋で、梅田や宗べという若隠居さ。男はそう言って、凄みのある顔に、和やかな微笑を浮かべた。それでも、あの、その八節は あああれかえ。梅田屋は笑い出した。あれはね、今から三年前の秋、妙なきっかけで暗がりの音松と知り合いになり、その時あれから教えてもらったのさ。音松が京へ行ったのも、その時のことで、今では職人の五六人も使って立派に暮らしているそうだ。 私のつまらぬ洒落家が、それでもあの人を仇にしたと思うと、まんざら悪い道楽じゃなさそうだね。と、言いなさるのは、商売人と見りゃ近づいて、盗んだ後の終端を見せるのが、私の道楽さ。はっはっはは。梅田や総兵衛の言葉は、 暖かく力強く三次の胸へしみこんでいった「さあ行こう京へ登って手に職がついたらそう言ってよこすがいい店を出すくらいの金は都合してあげよう」三次は無言のまま晩感あふれ出る目でじっと梅田や宗兵衛の横顔を見つめた。 遠寝の河津